ここでトイレから戻ってきて光っているのは2位の雷神への昇格のチャンス。ノビの方は去っていないので、ここでもし2位が雷神になることがあれば2人目の雷神が生まれることになりそうですね。まだこの時点で世界の中でカードが使えるのは日本と韓国とだけ、あと台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア、先日タイランドにも入りました。雷神はノビしかいないです。まだここで雷神戦がになってしまうのか、それともノビか、少々のインターバル、そしてステージも変わった、ノーステージ、平八ステージ、先ほどのドラゴンネットよりか広いですね。これが功を奏すか、残り時間10秒あれば十分。逆ワンツースリー上段、しっかりとしゃがんでくる。123先行列拳、先ほどとステージが違えば読み合いも違う。ここはかかと切り、出し切りからの風神拳、ここで使っていたノビはガード、耐えたノビ、鋭いサバイバルのナイフのようにぬるりと懐に入ってきた2位のレンジャーズと渾身のカード、流れを変えることができるか、このギリギリからま
ト風神拳大きい。遠くからアサルト、生ロキックで台風を止める。しゃがみステータス、ここでステッセから右アッパーを出していたのはワンサーなのか、コマンドミスなのか、それともシャープナーにカウンターを取るためなのか。しっかりと取っていく、ライジンに上げてから大きく動く、レートが上がった。この勝負、そこで大きく勝つ。壁強、これは浮かせないで、壁強を取った方が壁剥がしをしてこんだけ減る。浮かせた方がダメージは少なかったはず。ノミが冴えてきたか。ジャパンノミ体力同じぐらいからアサルトで突っ込んでいく。アサルトボタン搭載か、復活か。またもプレッシャー、なぜここで機械があらぬ誤作動。押さえつけても押さえつけてもプレッシャーを押し返してくる謎の冷血星人に、2発目、中断。ここいろいろあった、下のビーム、上のスプリングキック、壁を剥がして生き残るとでも思ったかのようなコンボ完遂。一つのミスが大きな敗因となる。この喉の渇く試合、残り時間は48。ここは AKB、 しゃがみパンチプラスの2からお互いがスラッシュを出していく。鬼八も2発カウンターで連続ヒット。体力ちょっと2位がリードしたところで、デートのでかい雷神戦、君たちしかいない世界の中で2人だけ。アサロゼでプラスを取って、プラスを取ってもこのデビルは殴るのをやめない。恐怖を教えてやろう。ラウンド1ファイト。パッパッ、そして光ってしまった光学の機器、頂上決戦の雷神戦、鉄拳セブンが出て半年7ヶ月、7ヶ月の間に1位と2位が生まれたのかもしれない段位の最高決戦。現在最高段位、雷神対雷神。鬼将郎強い。生ローキック、ここで先ほどと同じ、まだまだ雷神戦。2本取っているのはノビの方。シャープラー当ててゴムからトゥースマを出しているノビ。何回も当てたシャープナー、これはプレッシャーからの奈落払い、大きく切って壁でレイジアップ。